く気をつけて。右腕のクリスタルが光ってるの。何かするつもりなんだわ。この体はもう私の意志では動かないわ。取り返しのつかないことになる前に私を止めて。戦って、いつかくん。いつかくんが死んじゃったら町の人たちはどうなるの？お母さんやお父さんは？他に方法はないんだよ、いつかくん。Thank you.
いつかくん、今度は二つ同時だよ。大丈夫大丈夫って笑っていいのかどうかはわからないけれど、その調子だよ、つかくん。このまま二人で協力してこの悪者をやっつけよう。いつかくん気をつけて。組んだ方がいつかくんの気が休まるならそうするけど、うん、頑張って。
いつかくん。いつかくん、また曲がった方が先だよ。でも同時攻撃気味だと思う。
く、でも…ないよ。わかった、信じる。いつかくん、レメはやっぱり曲がった方みたい。まっすぐな方は電撃を使えない関係で最初には動かせないみたい。しっかりね、いつかくん。いつかくん。私、ここのソフトせんべいが大好きだったんだ。そのせいで結局お姉ちゃんに半分食べられちゃうんだよ。うちに連れて帰ったのって結局一匹ずつだったんだよね。そうやってお姉ちゃんの涙を拭くのはいつだっていつかくんの役目だったね。それで、いつかくんの方はどうだったの？綺麗だなって思っただけ？もしもだよ、こういう風にならなかったらお姉ちゃんはいつかくんの恋人になれたのかな。